広瀬先輩、もう大学慣れた？あ、まあ、一人暮らし始めたんです、ベアパレスで。おお。あ、ねえ、今からスズンチ行ってもいい？え、あ、うん、いいけど。いいな、俺も行っていい？何それ。とりあえずエアコン入れときました。おしゃれだなこの部屋。あ、壁紙選んだんですよ。いつかスズの彼氏もここに来ちゃうのか。え、ちょっと。広瀬、彼氏いるの？いません。じゃあ好きな人は？え？あ、私飲み物買ってくる。すぐ戻るから。先輩、正直に言ってもいいですか？好きです。え？好きなんですよね。あ、映画、映画。お、お、映画？あ、このライフスティックで映画見られるんですよ。あ、一緒に見ませんか？恋するレオパレス。